こんにちは。関東エリアのウェザーニュースアップデートです。週初めは朝から強い日差しが照りつけています。そんな中、東京都大田区の萌えよひらごんさんからは、朝からいきなり日差しがじりじり、もう気温31度超えてるし、今日って本当に処暑といただきました。今日は二十四節気の処暑、暦の上では暑さが収まり、少しずつ秋の気配を感じられるようになる頃とされています。でも暦通りとはいかず、朝から暑くなっているようですね。ではこの後の天気を見ていきましょう。この後も容赦なく日差しが照りつけます。昼間の気温は35度近くまで上がり、まだまだ体に応える厳しい暑さが続きそうです。暑くなった大地を冷ます夕立は、山に近いエリアに限られそうです。まだまだ厳しい夏の暑さが続くようですね。外回りなどで外出するときは、風通しのいい服を着るなどして、暑さ対策にも一工夫してくださいね。次回の更新は夕方の予定です。それでは。ウェザーニュース。